ブルゲンラント州、ブルゲンラント州はオーストリア共和国を構成する9つの連邦州の一つ。州とはアイゼンシュタット。1921年にトリアノン条約とサンジェルマン条約によってハンガリー王国から領土割上され成立した。ブルゲンラント、バーガンロンとはドイツ語で城の王い州を意味する。これは ハンガリー領であった時に構成していた4県、ポジョニ県、モション県、シュプロン県、パシ県のどつ5名、プレスブルク、ビーゼルブルク、エーデンブルク、アイゼンブルクをまとめる名称として1919 19年に作られたフィーアブルゲンラント、ビターバージェンランド、4つの城の州の位という言葉に由来する。プレスブルク、スロバキア5名ブラチスラバがチェコスロバキア領となるなどしたため、4つの は落とされたが、この地域には、歴史的に東方からの移民族襲来に備えて、多くの城があったため、宗名としてふさわしいとして1922年の、第一回州議会で採用された。ハンガリー語では、通常ドイツ語名がそのまま用いられる。しかし、これを翻訳したバービデックや、かつてこの地域にあった、ゲン島に由来する、オービデックやフェルソーオービデックといった名前で、来れることもある。 ブルゲンランとクロアチア5名のグレディスや、スロベニア5名のグレイニスクンスコもドイツ5名を、それぞれの言語に翻訳したものである。オーストリアの最東部に位置する州で、南北は 166km あるのに、大使東西は最強部、ジークグラーベンで 5km しかない細長い形を、している。西側は、ニーダーエースターライヒ州よび、シュタイヤーマルク州と接しており、東側は、 スロバキア・ハンガリー及び、スロベニアとの国境となっている。ブルゲンランとは、パンノニア平原の西部にあたり、全域にわたって、起伏の少ない平坦な地形である。修繕土で農業が盛んで、特にワインの産地でもある。ハンガリーとの国境に、ヨーロッパに二つある、流出河川のない湖の一つであるノイジードラー湖、ハンガリー名、フェルテー湖がある。 これは2001年にフェルテイコ・ノイジードラー湖の文化的景観として世界遺産に登録された。この地域に最初に人が居住したのは石器時代にまで遡る。紀元前後にはローマ帝国に征服されパンノニア属州に属していた。パンノニアは5世紀頃にローマ帝国から紛属へ活上され、ついでゲルマン人の支配下に入った。 8世紀末にこの地を支配していたアバール人はカール大帝の攻撃を受けてフランク王国に服属し、10世紀初めに今度はマジャル人がこの地を征服して東フランク王国へ侵入した。彼らは夫1世に9 5 5年のレヒフェルトの戦いで敗れてドイツから撤退したがパンノニアは引き続きマジャル人の支配下にあった。 神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世とハンガリー王ベーテルオールセオロの間の和訳により1043年にライタ側に国境が引かれ、以後1920年までの長きにわたって、現在のブルゲンラントにあたる地域はハンガリー王国の西の端となっていた。中世以降継続的にドイツからの移民があり、また16世紀以降はプロテスタントが、 新生ローマ帝国内の宗派対立から逃れてくるようになったため、ハンガリー領内でありながらこの地域はドイツ人卓越していた。1910年の国勢調査によれば、現在のブルゲンラント州の地域には29万1800人の住人がおり、うち21万7 7 2人、74%がドイツ語話者、4万3633人、15%、 がクロアチア語話者26,225人9%がハンガリー語話者であった。ただしこの統計では、ロマは先祖の母語で数えられている。1918年に第一次世界大戦に敗れたオーストリアイコールハンガリー帝国が解体されると、第一共和制のオーストリアがドイツ人の多い、この地域を領有することになった。しかし、これをめぐって、 オーストリアとハンガリーの間に紛争が起き、1921年にイタリアの仲裁によって、ベネツィア議定書で一部地域では、貴族を問う住民投票が行われた。この結果、ブルゲンラント州の州都となることが予定されていた、エーデンブルク、ハンガリー5名、ショプロンとその周辺がハンガリーに残留し、他の地域がブルゲンラント州としてオーストリア連邦州となった。 1938年にナチスドイツによるオーストリア合法、アンシュルスがなされると、ブルゲンラント州は分割され、ニーダードナウ大管区及びシュタヤーマルク大管区に分割統合された。ドイツが第二次世界大戦に敗れた後、旧ブルゲンラント州の領域はソビエト連邦の占領下に置かれた。1955年にオーストリアは連合国との間に、 オーストリア国家条約を調印して独立を回復し、ブルゲンラント州も再び設置された。国境を接するハンガリーが共産化されたため、ブルゲンラント州は冷戦の最前線となり、1956年のハンガリー動乱の際には多数の難民が流入した。1989年7月27日、オーストリア外相アロイスモックとハンガリー外相ホルンジュラは、 ブルゲンラント州、クリンゲンバ派にあった国境の有志鉄線を切った。これは、鉄のカーテンに穴が開けられたことを意味し、ハムヨーロッパピクニック、ひいては、ベルリンの壁崩壊につながる出来事であった。ブルゲンラント州議会、ランドタグの定数は36議席で、任期は5年である。選挙権は2003年に16歳以上へと引き下げられた。 直近の選挙は2015年5月31日に行われ、オーストリア社会民主党、SP が14議席、オーストリア国民党、VP が11議席、オーストリア自由党、FP が6議席、緑の党とリステブルゲンラントが、それぞれ2議席、無所属が1議席を獲得した。二千十六年現在では、社会民主党と自由党が連立を組んで衆議会の、 与党となっている。州内閣には7名の閣僚が置かれている。2000年から州首相を務めるファンスに位する以下5名が社会民主党の残り2名が自由党の出身である。ブルゲンラント州は7つの軍、ベトサーク行政管区ともに分けられる。軍は自治体ではなく行政事務を処理する州の出先機関である。一方、ハンガリー王国時代に自由都市であった。 アイゼンシュタットとルストは軍に属さない、検証都市、スタッチターストットに指定されており、両氏は軍の業務も独自に処理している。軍は以下の通り、軍名のみドイツ語綴りを付記した。括弧内は軍庁所在地である。また、軍の下には合計171の基礎実地帯、ゲマインデが置かれており、うち十三が、市、スタートジェマインドの また67が町、マークトゲマインド市場長の指定を受けている。詳細は、ブルゲンラント州の地方自治体を参照。ブルゲンラント州の紋章は1922年に制定された。衣章は、地は金色で、黒い岩の上に振り向いた赤い和紙が止まっていて、その和紙は冠を被って、赤と白毛川で横4つに塗り分けられた盾を持ち。 両翼の上には黒い小十字架である。これはかつてこの地域の領主であったマターズドーフ、ホークティンストン博、ナジマートンフラクの博、岩に泊まるワシと、ギュッシング博、ネメトゥージバー博、赤と白毛川の島の紋章を組み合わせて作られた。周期は、周の色である赤と金からなる横島の二色旗である。こちらは1971年に公式のものとなった。また、 州政府の旗は、周期の中央に、州の紋章が配されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。